席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席を場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。札がかかっていないお席をご利用ください。札をかけたお席にはお座りいただけませんのでご注意ください。ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。場内のお客様にご案内申し上げます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため使用できるお席に制限を設けております。
なんかしてる星は見えますか？どうでしょうかね。空の星って大体どれもこれも同じに見えます。なかなか見分けがつきにくいんですが、今日はちょっと分かるようになって書いていただければと思います。あ、すいません、スマートフォンちょっとね切ってくださいね。結構液晶パネル眩しいんですよ、後ろの方がね。さて、そういうことで見ていこうと思うんですけど、まず一つ分かるようになろうと思います。で、どれが A のかななんですが、一番明るい星、一番目立つ星がいいと思うんですけど、一番目立つ星といったらどれですか？これ人によって違うかもしれませんね。ちょっと僕はあれだと思ってるんですけど、皆さん違うかもしれない。指さしていただけますか？皆さんの意見と合ってるか確認します。あれが一番目立つでしょう。はい、ありがとうございます。南から少し左手、東寄りの空ね、見えてる、これでいいですかね、これですかね、はい、この星がね、皆さん目立つと思って、で、これ単独でも目立ちますけど、横にもう一個ちょっとね、並んでる、えらいね、目立ちますね。で、実はこの明るい星とこの星、二つが並んで見えるのは20年に1回なんです。次同じように見えるのは2040年です。20年後です。今日若い方もいらっしゃる、20歳という方もいらっしゃると思いますけど、赤ん坊で生まれて以来ということになりますね。この2つが並んでいる。で、星ですけど、なんて星かというと、右側が木星です。木星、左側は私があれこれ言うよりも写真を見せた方が早いかな。右側は木星で、左側がこういう星です。土星なんですね。木星と土星が並んで見えています。で、木星こういう星ですね。で、木星も土星も地球と同じように太陽をめぐる太陽系の天体、惑星の仲間なんですけれども、ちょっと前の方ね、特殊なものを見せようと思いますが、太陽の周りを、いくつもの星が回っています。これが太陽系の姿なんですけど、私たちの地球は主だった中では3番目を回っている。1番、2番、3番、これが地球ですね。で、1番目は水星、2番目が金星になります。水星、金星で、地球のまた周りを回るのが月ですね。で、さらに外側に火星があって、もっと外側に木星があるんですが、木星はどこかというと、こんなところですね。で、土星はもっと外側、これ回ってます。外へ行けば行くほどのんびり回る、こういう性格があるんですね。木星は12年、土星は30年で太陽の周りを一周しています。で、12年と30年、これの組み合わせになりますと、20年ごとに木星が土星を追い抜く、同じ方向に見えるんですね。それが今年で、今追い抜くところですので、明日も明後日もほぼこの絵ずっと見えます。ただずっとは続かない、ずっとは続かないですね。これが現在の様子ですけれども、じゃあ来年になるとどうなるかというと、土星があって、あれ木星どこ行っちゃったのかなって感じですね。少し、はい、木星出てきました。こんな感じでね、順番が入れ替わっています。じゃあ去年はどうだったかなというと、よいしょ、去年はこうでした。で、一昨年はこんなんです。完全にね、これ離れてますよね。だから今年のくっつき方がこれ異常というか特別なんです。20年に1回しか見られません。木星と土星が並んで見える。20年に1回です。またぜひね、チェックしていただければと思います。さて。